じゃらけつほい、あいこでほい。なんじゃ、僕の鬼か。はよ、隠れや。土佐のこっちの針まや帽子で、盆さんかんざし顔を見た。土佐のこっちの針まや帽子で、盆さんかんざし顔を見た。見つけたぜ。おい、泣け。お前泣け。鬼に捕まったら子供は泣くぜ。鬼ぜ、僕は鬼ぜ。みんなどこ行ったろう。学校へ感づく遊びうやつはみんな捕まえちゃうき。うたぜ、お父ちゃん。出たぜ。もう一つ。二つや、二つにしてや。それがやね、大阪の会社から送ってくる金がまだ届かんのですわ。今までね、ちゃんちゃんいただいておりますから、三日四日のうちでしたらね。ほな、よろしく頼みます。坊主、行こうか。お父ちゃんとこ来るか。子供じゃったら悲しい目にあやなけら。太く声での行こう。お父ちゃんと来るか。続けてやらにゃいかんな。続けてな。これよいしょ。やれやれ。つねってよ。ギュッて背中をつねってよ。もっともっと。お母ちゃん、大丈夫？ねえ、お母ちゃん。俺は気をつけてゆっくり走っていたのに。ケント死んだじゃんか。シータ、おい、どいだ。お父ちゃん、叱れたんだよ。
あんた免許証見せなさい。警察みたいなこと言わんとってよ。まさか無免許はないやろね。いらんこと言うなよ。ちゃんと無事故でまっさらじゃきに。あんたも災難やってやの。お父ちゃん、2週間寝てろって。2週間 ?2 週間おらに会社休み言うのか。そうはいかんでよ。腰の骨にひびの入っちゅうもんに、あんな子二人の面倒見ろ言うがかね。腰のひびですか。レントゲン取れにはわからんけんど、結果がわかり次第警察行って。何もお前こと荒立てでも。悪いのはうちじゃない。気に黒白はっきりつけさせてもらんにゃ。その方がええわ。こっちも悪いと思うちょらんけに、現場行ってよう調べてもらったがええわ。何よなんた。お母ちゃん大丈夫か。痛い。僕さすっちゃうか。俺経験がないけんど、示談いうか話し合いの。お父ちゃん示談なんか応じんといてや。こういうやつを法律で罰せんことにはいつまでたっても交通事故はのうならんきね。ご主人、ちょっと向こう。ねえ、まっこと痛い。腰に怪我したら女やのうなるきね。油くそうて食べられへんわ、こないなかつ。違うもんとったらや。うちはね、胸がムカついとんのよ。腰から背中にかけてジーンとしびれちゅう、うん、じゃったら少し休みやえ。2、3日ば。2週間や。医者は2週間言うたきに。続けてやったほうがええがの。こういう時は続けての。あんたがやったらええねや。何を言うやりゃ。俺は病人よ。そう、少尉軍人で左手がパーで、おまけに糖尿病で、車に離らんにはちょうどええ体やわ。なんやの。おしゃべりよせ。坊主うまいか。うん、うん、じゃったらこれも食え。僕やだよ。浜へ祈るんじゃな。おばあちゃん、おんちゃん食え。もうやめろかね、こんなこった。うちじゃち好きでやってるわけやないんやから。おらじゃちええと思ってやりゃせんきに。他になんぞの親子4人この四体で食えてけりゃの。ちび、ちび、ちゃんとお座りしとき。うちの母ちゃんに会いに行くの。あんな腸結核で体の腐っちゃうような人、あんな病院に行ったちなんぞね。いかん。ほな浜まで歩いて祈るの。いいんやせん。そうじゃ、坊主はおらの子じゃき。うちからお父ちゃんによう話しとくさかい。うん。坊主、何にする？ワンタン。
ほやね。五目そば二つにワンタン一つですね。食べられてる。それ僕の。父ちゃん働いちょらんきに腹が減っちょらん。勉強行こうか。行こう。帰ってきてまた食え。父ちゃんは駅におるからの。駅で切符買いやるからの。え？仕事ができたら駅へ出ましてアナウンスしてもらえ。分かっちゃうな。けんどもし大丈夫じゃ、うまくいく。なんちゅうちゃち仕事じゃき。仕事やっぱしメガネ買わんとね。僕嫌じゃないけんど怖いき。お母さんじゃち怖かった。忍術が使えるとええにな。あんなもん嘘や。宇宙人ならええにな。宇宙人でおりやせん。そんなもん何にもおりやせん。おや、あれあれ買うて。タクシーはあかん、早自動車もあかん、ライト場に軽音に横になんとか商店なんて書いてあるやつ、女の運転してるのが一番やなや。そんで海の底にも山があったり川があったり道があってすごい怪獣やなんかも住んじゅうぞ。怪獣だぞ。怪獣目から光線を抱いたり口から火を吹いたりするんじゃと。ガーギャー、そういういかんやつを宇宙人がやっつけちゃる。やだ。私はアンドロメダ星雲から地球を救うためにやってきた宇宙人だ。これ宇宙人だ。わからんろ。普通の人に見えるけんど、まっこと宇宙人だよ。アンドロメダ星雲から。アンドロメダ星雲、アンドロメダ星雲。よし、君は分かってくれたか。私は地球を滅ぼそうとする悪人を退治するためにやってきた正義の味方、宇宙の使者なのだ。
たちは仕事をしました。7回しました。他に2回しましたが、それは仕事にならなかった。僕は少しずつ仕事が上手になりました。痛くないように転ぶことができます。剣道お医者さんに見られる時が一番嫌です。嘘をついているのが分かりそうな気がします。お父ちゃんが息をじっと止めて痛い痛いと言えと教えてくれました。もうすぐ尾道です。四国はもう見えなくなりました。仕事を一回するとお母ちゃんが100円くれるのでもうすぐ1000円になります。痛いか？ちょっとね。よし、いるじゃ。坊や！痛いか？ん？バア！お前がちゃんと見ちゃらんけど、片場になったらどうするじゃ？すんません。坊や、堪忍な。昨日入院されまして精密検査を受けられた方がいいと思いますが。あしら旅行中なんですよ。この通り切符だって買うてある。せいでわしは乗れんすやんで。そんじゃき現金作ってくれりゃ時短に応じる言うてるじゃないですか。しゃあけどわしみてえな運転手にそねん5万もの金がすぐできますもんかな。じゃあ警察行こうかないね。ああもう警察呼んでくれんぜ。おまん、人の大事な息子を引っかけておいてすまんちゅう両親の人かけでもないのかよ。おらいらん。うちもまだ空いてへんわ。坊やは後で。じゃあそん時行ってください。あんた、なんとしたら悪意ばっかりせんと。何を？何言われても困るけんど。大阪じゃったらの一応博打をやらかす友達もおるけんど。博打なんかあかん。そんなお金じゃない気に。誰もやる言うてやせんじゃいか。パチンコでもしに行ったら。あんなもん小銭に向かせん。退屈やね、住むうちのないもんは。何よいいよな、こんな結構な旅館に泊まっちゅうじゃいかい。どこ行くんじゃ？便所。若松、戸端、八幡。なんでもないんです。ええんです。何度食うか坊や。逃げたかの。まさかおまんが100円ずつやっちゅうき
もうそればあのリハたまっちゅうにゃ。心配やったら取り上げとくんじゃの。うち子供ができたんよ。誘導装置はまだダメか。ああその点なんだ。昨日のテストでは随分どうするぞね。まず大丈夫で。できたものは。それじゃ今夜あたり。仕方がないね。デイリープラネットをやるか。産むが。産めや。産んでもええがね。じゃったらおろせや。そうです。はい。いいですよ。もちろんさ。子供が3人になったらもうこんな暮らしてられへんわ。どっかちゃんとしたとこ部屋買って、やばくない仕事見つけて、子供やち学校やらんならんし、タンスも買うて、洋服ダンスも買うて。やめて。焦らんことじゃねや。まあ、まあしばらくこの商売で食うていく。ちっとばあたまっちゅうし。どう思えるあの子。どうももやせんろ。うちのことよ。おんしゃ、ほんまの親と四つの時に別れたかったのにゃ。そう、義理のおっかさんが四回結婚したきね。どうじゃった。目覚ますぞね、チビが。憎んじゃった。そりゃ、他人気ママのがよっぽど思いやった。じゃったら坊主もそう思いろ。せんといて。産むか産まんか決めてからなんて嫌や。おまんが好きなようにせや。ほな、産むわ。何？殺さね。よっしゃ、明日医者を探してやる。こんなところやったら嫌や。福井やったら、あっこならずっとおったき、上手な医者しっちゅうし。よっしゃ、福井へ行こう。いつ？すぐ立つで。勘定してくるき、御社荷物作れや。急にそんなこと言うたち、大地坊やおらんし。もう逃げやがったかの。逃げたらどうするぞね。そりゃまた考えろや。うちはもう嫌ぞね。お腹に子供やちおるし。おろすって言ったろうがや。嫌言ったら嫌や。アホ、逃げるわけがないね。剣道探せや。そんなにおろおろするんやったら、おらはチビと荷物持って駅行っちゅうき、駅で切符を買えるきねや。ちゃんと落とし前つけてやで。落とし前？銭代。人の体にぶつかって怪我させたんや。治療代。シェ、一枚か。つけてやんの？これから道歩くときゃ、ちっとは気をつけない。いつまで知らぬ見てるんや。
何をしよった今まで。あのね、ね逃げろかと思いよったろ。え、逃げよって競わいかんぞね。どうしたが。行くぞね、出発や。ぼやぼやせんと早いかんと。帽子、僕の帽子。どないした。かかしよった、乾くまで待ちよった。何やろ、こんなもん。あ、お前たちは光で死んだぞ。どう、ここ上等すぎやさん、こんばんは。一番ええ部屋に泊まるがよ。おう、来い。しょぼしょぼした顔すんな。十遍に一遍じゃが。何しよう。お前、リクエストや。流行歌やったらね。送り屋どちらでございます。福井でございます。あ、高知言う方が本当やろ。ほんなちょうど、土佐節なんと一つ。なんか。Thank you.
おい高知へいんでもの、おばあもおんちゃんもいい顔しやせんぜよ。おまんがおらんなっておおよかったと思いよりがやきに、そういう手紙がの父ちゃんくえきちゅうがやきじゃ。学校たちにはおれんでも名簿から外れちゅうぞ。おまんのつけらあるかや。わかった。パンをね、15とね、ガム5つ。にしち、じゅうし、にごのじゅう、750円。高知、子供一枚。高知？どこの？四国の高知県の高知。うん。1500円。子供は半分じゃき、750円じゃねえ。子供というのはな、12歳以下のこと。君みたいな中学生はもう大人だで、1500円。僕、1000円しか持ってないに。そんなら四国まで行けへんで。君、家出したんか。違う、四国という歌のは嘘じゃ。嘘ならもう帰んない。雨の足出てちょうだい。君。何？今度は本当じゃもん。ま、ええわ。230円。はい、770円。1、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、63、64、65、66
4日目13、14。おばあちゃん、おばあ、ただいま、持ってきたよ。持ってきたんだよ。行くかも汽車に乗ってね、船にも一人で乗ってね、ずーっとパン食うてね、パン、十五も食うたぜよ。中期に寝ちゃるんだ。
やすみなさい。明日はね、明日は何時でもええ。あれ、医者なんぼかかるぞ。何の医者ぞね。ああ、女の病気よ。これくらいやろか。うん。じゃあ、急ぐ気すぐにと言うて頼んでも、これで済むねや。ほんなら、今日はその分も考えて、しといくか。始めた頃の10倍やね。まっことじゃ。今日はこればあじゃね。ああ。やっぱり今日行った方がええろうか。当たり前や。そんで食いが来たろうが、明日まで泊まることになっちゅう。分かった。言うとけんのな、昔の友達らに会うなよ。そんなこと言われても分かってるわ。あ
会えるわけがないじゃんか。俺は今日はチビと一緒にデパートも行くら。あんなもん一時間も寝たらおしまいよ。お休みやね今日は。お前はお母さんと一緒に行け。はい。あんた、それどういう意味？お前がほんまに医者行くかどうかわからんきによ。どうしてまた戻ってきたん、木の先で。え？一生帰ってこんかと思いよったのに。どういて？そんな気がしたんや。もう戻ってきたくねえじゃろ。そう、そりゃええけんど。昔ね、この病院に来たことがあるんや。ふん。その時は男の人が一緒やった。わかる、こういうこと。ちっとね。さあもうどこ行ってもええわよ。1時間ぐらい。2時間。2時間したら戻ってきや。うん。こんなとこで見張っとって、あの親父に言いつけるつもりやったやろ。畜生、畜生、なんとか言いや。うちがママやと思って、いつかはやっつけちゃる思いよったやろ。お前はそういう悪いや。お父ちゃんのもっと悪いやで。そうやろ。なんとか言いや。ごめん。なんで、なんで謝るがね。そういうとこお前はこすんや。加減なりゃうちの悪口あの親父に言うに決まっとるくせに。僕、言わんよ。嘘や、嘘つきやろ。ママはん嫌いなのは誰やって一緒やないか。誰かって本当のやり味方するもんや。うちのことを憎いと思ってたやろ。憎いやろ。憎いから見張ってたやろ。憎いやったら憎いってはっきり言いや。言わんといかん。聞いたってしょうがないけんど。なんちゃ思っちゃせん。なんちゃ考えちゃせん。おかしな子。ねえ、何ぞ欲しいもある。お金使わなかったからね。時計が欲しい。腕時計。日付も出て曜日も出るやつがええ。高いぞね、あんな。ほなら構わん。ええ、こうたる。その代わりお父ちゃんには内緒にしときよ。本当にこうてくれるわ。お母ちゃんはちゃんとその病院へ行って、坊やは2時間遊んでた。公園で遊んでた。うん、公園で遊びよった。それをお父ちゃんに隠しとかんとあかんよ。秘密にしちょきね。うん。今日何曜？水曜。金曜。明後日は日曜。毎日日曜みたいなもんやからね。曜日はいつも日曜にしちょこ。そのうち学校へ行けろうね。うん、行けるね。坊や学校行って、うちは赤ん坊産んで、ちびは幼稚園やって。いつ、いつそうするが？時期や、もう時期や。それまでに一生懸命お金貯めんなよ。
一生懸命稼いで。どないした？うん、お金がいるんだね。うん、業者いるんだよ。業者いるんだね。僕たちはいろいろなところへ行きました。敦賀、西舞鶴、金沢、富山。それは地図で見るとみんな日本海の沿岸にある町です。一回にもらうお金がだんだん用件になるとお父ちゃんが言いました。僕は傷が本当に痛いので、もうお医者さんに嘘を言わんでもええようになりました。痛いところに触られて、痛いというのは普通の子供にもできることです。チビは太って重くなりました。前よりも僕の話が分かるようになった。暇があると僕に宇宙人の話をしてくれと言います。古い傷もあるようだな。君、前に何かで怪我したね。痛い痛いじゃないって。レントゲンを取ってみますがね、治るまで1ヶ月はかかりますね。1ヶ月？冗談じゃない。俺の車の上で全然手応えがなかったんだぜ。先生、電話がありますよ。警察、市の警察。君、君は悪いことしたとも思わんと。俺はね、車の整備工やってんだぜ。人を跳ねた車がどんな具合かっていつも言って知ってるんだ。君、痛いか？1ヶ月の怪我の子供を引っ張り出してこんな世の夜中まで検証に付き合わさせて、それで警察はええと思ってんですか。おい、帰宅せや。話しついた。6万しか出さんと。晩方6時高崎の駅で受け取らじゃ。じゃあ慌てんかってええじゃないよ、寝てるから。はいかん。バイバイしちゃったらまた警察から呼び出しがかかる。そんなヤバい状態な。俺の患者第一写真撮られたのいかだった。写真やったら今までやった3回ぐらい。ほんだけ俺の患と言うじゃか。おいおい、起きろ。
じゃいがい。どこまで行くが。切符は福島までじゃ。もう福島過ぎたんよ。そうか。そうかじゃないわ。ほんまにどこまで行くの。どこまでだっていい。二日は乗り継ぎじゃい。アホ言いなさんなよ。おどけでこんなこと言うと思いよるがかや。俺はあの男がよ。写真は何遍も捉えたけんど、オラが写ったのは高崎が2回目だよ。前の鳥取のと合わされて検察庁に行きゃ、オラがどこのどなた様かすぐにバレるじゃいかい。そんなんならうちだっち。オラは4番でよ。しばらく仕事はやめて、身なりも変えないかん。冬やね、もう。うん、冬よ、もう。見えますか？うん、見える。最初のあらゆる口はグラグラするもんや。何ちゅうもんは。ずっとかけとらんといかん。ああ、寝るときのほかはな。目が痛い。当たり前じゃいが、お母ちゃんの出てこうたがやぎ、お前に会うはずがない。その代わり、お母ちゃんはメガネなしよ。二三日、お父ちゃんはお前らとは別なところに泊まることにしたきにな。きっともの食うならんね。いたんじゅうがよ。こたつ壊れてんやけど、別のないの？ないんですよ。それ、時間が経てば熱くなります。火鉢入れてもいいんだけど、締め台も取れなくてね。電話借りるわ。向こうです。もしもし、プリンスホテル。すんまへん、312号。あ、うちや。別に用やないんやけど。もしもし、もしもし。あまりしつこくしない方がいいんじゃないの。うるさらね、余計なこと言わせて。ひばりどうしますか。お母ちゃん、
お父ちゃんに見せたったらええよね。もう見せてもかまへんよ。行こう、お父ちゃんとこ行こう。考えやね。僕呼んでみろか。お父ちゃん。触らなくてよかったわ。何がええもんかね。うちはね、妊娠4ヶ月なんや。じゃあすぐ病院へ。病院ではあかん。警察行くが一番ええ。坊や、救急車や。あら、私の車で。救急車や。うん。待って坊や。私、お金でよければ。バカにすんな。お金が欲しいかじゃない。分かってるわ。でもこういう時、警察なんかに行かないで。なんぼ出すっていうの。はい、私できるだけの。そこのデパートにおれや、宿を二つ構えてくるき。また二つ？当たり前じゃ。ほんなら今晩もうちらでやるよ。今晩も？夕べしたが、二人で。ポーズ、メガネかけとらんといかんじゃいか。あれはうちがほかさせました、あんなもん。何？今日もこれから二人でやんのや。あんた、宿を取りたかったら二つ取ったれ。坊や、行こう。
ちが今稼いでんのはね、お腹に赤ん坊がおるからよ。だからアホやって言うんや。あんたの子供やないか。坊や、行こう。うん、どこへ？バーッと飛行機にでも乗るか。飛行機？ほんま？うん。飛行機だ、飛行機だ！宇宙人だぞ！そんな乗りたい？なんじゃ、嘘か。ほんとや、ほんとやで。あほー！どこ行くな！北海道や！行かん言うても行くよ。行かん言うもんか。俺じゃって行きたいと思いよった。なるほど、北海道か。北海道だったらまいや。ほら、全部雲ぜ。雲もね、海じゃき。海じゃきにね、やっぱり怪獣がおるんだ。鳥のお化けやね、蝶々のお化けがおるんだよ。蝶々だよ。どうぞ。お化け、お化けだよ。宇宙人はね、あんな雲の間をシュッと飛んでくるんだ。お化けは悪いがか、どこにおっても宇宙人はパッとわかるき。そんじゃきにね、アンドロメダ星雲から飛んでくるんだ。アンドロメダ星雲だよ。僕たちは本当に北海道へ行きました。僕は高知県上郡にずっといたから、雪を見たのは初めてです。雪は真っ白くて、どこまでも白くて、雪の海のようでした。函館、岩見沢、帯広、釧路、網走、旭川、稚内。お父ちゃんは仕事をするなと言いましたが、お母ちゃんと僕は仕事をしました。駅を降りるとすぐ仕事をしました。それは寒くてあまり歩けないからです。本最北端の地、ここが北緯45度31分。日本最北端の地である。この岬の東はオホーツク海。西は日本海であり、二つの海洋が交流している。海星の時は肉眼で 見えるカラフトまで27マイル。おしたてのまんじゅうだよ。いや、ここの酒まんじゅうは本物の酒が入っちゃうけ、体がぬくもるで。生きてるうちにまたここへ来られるかね。何を言うや、金さえあれはおまん。本当に日本の橋やね。そうや、海の向こうはもう日本じゃないのよ。まっこと行きまった。どこじゃ行くとこはない。ここは宇宙やね。あんた、ちゃんと部屋借りて暮らそうね。真面目に言うてよ。稼げるだけは稼いだやからね。おまん、560万かけで、それで駅になっちゅうわ。もうちゃんとした部屋買って、家具でも買や。あとは三月バーで、なんちゃなしよ。三月バーのうちに仕事探して。何を言うわりゃ。ほら、4人ぞ。4人言うことは初めから分かっちゃうて一緒になっちゅうのがや。日本がもっと広いていにな。おい、待て。やめや。一昨日も昨日もやっちゅうやりかい。自分一番休んで様子を見ならいかんぞ。おらが宿を備えてくるき、宿めや芸者でもないとパラッとやるか。悪いぞ。こんなことしちゃったら悪いぞ。何もせんかって、終わるときは終わらね。違うちゃ、三月もじっとしやりゃ、また九州から始めちゃし、うまいことやれるき。うちはもう嫌や。
こんなことも嫌やから、終わりにしたいから、今夢中でやってるんやないか。何すんの。分かった、分かったわ。もうやめたらええの。ええわ、危ないんやったらちょっとでも別れてよか。それやったらええやろ。分かったらそれでええわや。ほな、うちと坊ややね。何？ちびはお父ちゃんと一緒。こんなことでおらを騙そうと思いるがかや。騙してやせん、その方が組み合わせが。アホ！神様やって見てるんや。働いてきたうちや、うちと坊やや。あんたらおらんかってちゃんと稼いで生きてくるんや。黙ってれ！いくつじゃ坊主？と。どこで生まれた？大阪。誰の子？おらの子よ。うん？お前の父親はおらよ。どうしたん？坊や。お母ちゃん、行こう。誰が？こんなもんでごまかしといて、時計なんかで子供の気持ちをごまかしといて、けなほうが。取ってきてや、取ってきて。何？このガキや。
き。おい、来て座れ。俺はね、戦争で一遍死んだ体じゃ、左のこの腕と肩のところを鉄砲様が突き抜けたんじゃ。あんな仕事じゃ働いたんじゃ言うて、腕の一本も折れちゃせんじゃいか。そのまま死ぬると思うたことが一遍でもあるか。呪の車にちょっとばあ触って、あとは泣いたりやめたりするばあじゃいか。そればあのことで俺に恩を着せるつもりか。夫婦の縁を切るの親子じゃないのと太いつらすべきか。まんなり戦争の怖さは分からせんろ。今までクソ垂れしたやつが一分もせんうちに首だらやないんじゃ。ほらねや、そういう生きるの死ぬのというのをちゃんとこの目で見てきたんじゃ。見てきたばあじゃない。俺だけ死んだと同じだったんじゃ。その裏をまんな脳なきやばりするか。そんなん関係ない。だが終わりや。この裏を夫を父親をほったらかしといて、お前らそれですまんと思わんのか。ブルー、貴様それで生きていけると思ったのか。死んだ、この人死んだ。この今の事故の僕が殺したかもしれん。アホ、いらんこと考えんな。なあ、これも死の、僕が死んだらええんだ。さよならお父ちゃん、さよならお母ちゃん。お姉ちゃん、帰れ、来たらいかん。来るところじゃない。いかん、僕だけしか行けんところやき、他の誰も行けんところやき。
チビ、なんかわかるか？これはね、ただの雪だるまじゃないんじゃ。宇宙人ぜ。宇宙人。そうだ、見てるよ。お前にもわかるんじゃね。この宇宙人はアンドロメダ星雲から来たんだ。こいつはね、正義の味方じゃ。悪いことするやつを、地球の悪人をやっつけるために来たのじゃ。怪獣じゃち、こうない。鬼じゃち、こうない。電車じゃち、自動車じゃち、こうないんじゃ。突き当たったら、みんな向こうが壊れるんがじゃ。汚らはせんし、泣いたりせんぜ。初めから涙がないんじゃ。宇宙人はね、親はおらんし、一人じゃき。父ちゃんもお母ちゃんもおらんがや。本当にこうなったときは、星から別の宇宙人が助けに来てくれるがき。僕はそういう宇宙人になろうと思っちゅう。なりたかったんじゃ。けんどいかん。僕は普通の子供じゃき。死ぬこともうまいことできん。ちくしょう！宇宙人だよ！バカ野郎！クリスマスや、クリスマスの練習や。キリストの死んだ日やね。生まれた日や、1966年前。それから僕らは仕事を辞めました。そうして高知県に帰り、その後で大阪へ来ました。今度は一軒のうちに住むことになりました。それは文化住宅という名前のうちです。子供を交通事故に合わせて相手から示談金を取る当たり屋事件が
10月から12月にかけて山陰、関東、北海道で起きている。警察庁の調べによると、これまでに16件、被害金額は747,200円に上っている。この当たり屋は男の子と幼児を連れた中年の男女で、父親とみられる男は高知県上郡、無職、前科一般、犯罪歴3回、大村武雄45で、去る20日、連れの女と共に群馬県警から指名手配された。子供は怪我をしたまま連れ歩かれており、命にも関わるので、警察庁では全国に徹底捜査を指示した。あんな悪いことしたらいかんがな。お父さん逃げて。車に何遍も当たったやな。お父ちゃんがやれ言うたんか。じゃあお母ちゃん。お母ちゃん好きじゃん。大阪へはいつ来たんや。覚えちょらん。日本全国回ったわけやな。汽車に乗ったことはないもん。嘘をついたらあかん。人間嘘つくのはあかんねん。ほらこの写真写ってるのは君やろ。帽子かぶってるけど。それは宇宙人です。痛かったやろな、ドーンと当たった時は。車に突き当たったことはないもん。じゃあその肘の傷は何や。出来物の跡じゃ。頼まんのにどうやって診察するんですか。先生はな、警察から頼まれとるんやからな。それにな、怪我ひどかったら治さんとあかんねやからな。怪我らしゃせん。そんなこと言うて傷ひどなったら足やってちょんぎらんとあかんねやで。切らにゃいかんやったら切ってもええ。大村武雄、大正11年生まれ、高知県上郡吉田村で飯能業を営む家の6人兄弟の三男。5歳の時父を失う。17歳、あんことして大阪へ働きに出る。盗みを働き、少年審判所へ入所させられるが、やがて陸軍工兵として出征。昭和17年、中止で左手及び左鎖骨に貫通銃創を受け、岡山陸軍病院で終戦を迎える。戦後は四国各地で衣料品の行商。昭和28年、山本和代さんと結婚。31年3月、長男俊夫生まれる。現在10歳。谷口武子、昭和14年大阪市に生まれる。4歳の時、武の養女となる。その後、養母が2度再婚することになり、武子は4つの家庭を転々とした。昭和33年、18歳の時、福井県で結婚。一時を設けたが、すぐに夫と共に大阪へ戻り、キャバレーに就職。昭和34年、キャバレーに来た大村と知り合い、夫と子を捨て同棲生活に入る。
昭和38年大村の子を産む、現在3歳。好きか。飛行機に乗ったんだってな。綺麗だったろには。行ったよ。Thank you.